あるんですけども、うん、まあ、やはり痛かったですね。やっぱりそうですか。今考えればね、親方現役時代痛いとは絶対に教えてくれませんでしたけども、なかなかね、はい、付き合うのも難しいと聞きますが、はい、よく阿武咲頑張ってますね。いやもう来場所もまた楽しみですね。はい、殊勲賞これ初めてということで、後ほど準備ができましたらインタビューをお届けいたします。これまで三賞は関東賞を3回受賞している阿武咲です。初めての殊勲賞ということになります。土俵には今豊山と千代丸、この2人は勝った方が勝ち越しという、敗れれば負け越し厳しい相撲です。東3枚目豊山、東土俵で今四股を踏みます。7勝7敗。西土俵の丸いお腹の千代丸は途中放火式典での休場本当に心配されましたが、そこから戻ってきて、つまり3日間、相撲を取らない日があったんですが、再出場から勝ち越し王手というところまでよく来ました。吉野の両者の対戦です。どちらかというと近い距離で押すのが豊山で、突き放して引き技もある千代丸という両者が仕切っています。放送席、どうぞ。放送席、それでは今場所の殊勲賞獲得、阿武咲関です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後の千秋楽、いい相撲で締めくくりましたね。いや、残りしていこうと思って、誘われてきました。殊勲賞は初めてです。いかがですか。本当にいただけると思っていなかったんで、嬉しいですね。全勝の横綱を含めたあの一番が大きく評価されました。本当に自分の中でもものすごく大きい一歩だと思います。今場所の15日間でどんなことが得られましたか。そうですね、もう自分の今までいろいろ試してきたことがやっとつながってきたかなと思います。来場所は返り三役に向けてという番付になりそうですね。はい、一日一日無駄にせずしっかりやっていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。殊勲賞阿武咲関でした。はい、インタビューのおでこに汗を光らせながらいい表情で答えてくれた今場所の殊勲賞の阿武咲です。さあ、土俵は勝ち越しをかけた突き押し同士の両者、過去2対2です。東に豊山、西に、今場所途中放火試験がありました。左のふくらはぎには今日もサポーターがある千代丸です。待ったなしの声、木村晃之助、甲高い声が響き渡りました。大阪府立体育会館、晃之助はすでに構えました。軍配を返します。気合を込めるように腿のあたりをパチンと叩いた豊山、そして腰をこうキレのある動き、クッとこう曲げるような動きがあって、豊山肩のあたりを揺らしました、上下に揺らしました。その後右足左足と足の位置を決めながら腰を割っていきます。東土俵、西土俵、千代丸、腰を割っていきまして、立ち合いとなります。まだ両者手はつきません。豊山拳をきれいに置きました。後から千代丸、千代丸が張って右を差しに行っているのか、押し合いになって腕の中央です。右を差そうという千代丸だ。これを左側につけて豊山、右を差した、豊山引いた、そこを出て倒れ込みながら千代丸に軍配、両者もつれましたが軍配千代丸、物言いがつきました。軍配は千代丸に上がっています。右を差し込んでいって千代丸が攻め込んでいったところで、豊山西土俵、左に回り込みながら左突き落とし、倒れ込みながら豊山を正面に持っていった感じに見えましたが、千代丸も倒れ込みました。軍配は攻めていった千代丸に上がっています。ラジオの前のテレビモニターでも確認をしておこうと思いますが、千代丸右差し前に攻め込んでいったところで、今バッと声が出ましたが、今日解説は柿添の雷さんです。はい、刺して攻めていった千代丸と左突き落としの豊山土俵際で、スローを見ますと、はい、左のですね、すねというか、もう、甲が返ってそうなんですよ、ふくらはぎのところがですね、微妙な感じですね。はい、分かりました。競技についてご説明いたします。行司軍配は千代丸に上がりましたが、両者の体が落ちるのは同時じゃないかと漏れがつき、競技した結果、豊山の足が残っており、軍配差し違いで豊山の勝ちといたします。軍配差し違え、勝ち越しを決めたのは豊山、東の3枚目、千代丸残念。礼を合わせた後、ちょっと唇を噛むような動きがあった千代丸、雷さんの指摘通りの説明が今ありました。決まり手突き落とし、豊山が回り込んで大きな。ここで交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。はい、お伝えします。高速道路の上りの渋滞が伸びています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に34キロの渋滞です。東北道の上りは館林インター付近で事故の影響で21キロの渋滞、常磐道の上りは柏インター付近で19キロ渋滞しています。
中央道の上りは小仏トンネル付近で22キロと国立府中インター付近で12キロの渋滞、東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の北畑トンネルで事故のため17キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの金谷でした。はい、豊山からすると意表をつかれた立ち合い、はいですね、苦しみましたけど、付き合うんじゃないかと本人も思ってたと思うんですけどね、右を差してきましたね、はい、まあ千代丸からするとやはり付き合うとどうしても不利になるということで、自分から右を差しに行って、はい、千代丸はですね、右を取っても相撲を取りましたので、ね、まあ自分から仕掛けていったんですけど、まあちょっとね、手上げはもったいなかったですね、攻めていったのにね、悔しいでしょうね、はい、よくここまで球場から頑張ったんですが、豊山が東の3枚目で勝ち越し、この後また整理しますが、実は幕内上位でかなり好成績の力士がいますので、もし豊山が三役昇進となれば新三役ですので、この辺りも楽しみにしたいところではあるんですが、この後もう少し、上位の力士たちが相撲を取ったところで平瀬さんとも占っていきたいと思います。土俵には玉鷲と徳勝龍、東に玉鷲、西に徳勝龍が白目下で塩をつかみました。この後の相撲もご案内しておきますと、沖ノ海と琴奨菊、これ勝った方が勝ち越しですが、沖ノ海が東の2枚目です。さらに東の筆頭大栄翔が勝ち越しを決めていて8勝6敗霧馬山戦です。宝富士に小結びの遠藤で、遠藤が西の小結びで7勝7敗、この相撲に勝ち越しがかかります。北勝富士に松鳳山と進みます。千秋楽恒例のこれより三役の後、今場所敢闘賞受賞、優勝争いにも絡みました隆の勝、東9枚目、なんとこれより三役に初登場、相手が関脇の正代、正代もこれより三役は初めてです。正代は三役関脇で勝ち越しています。その後注目の2番で、まず勝ち越しをかける大関の貴景勝に、大関昇進がかかります今場所の朝乃山、10勝4敗で千秋楽を迎えて貴景勝朝乃山、結びが千秋楽の横綱同士の相星決戦、白鵬に鶴竜、白鵬鶴竜は12勝2敗同士で勝った方が優勝。横綱同士の千秋楽相星決戦は7年ぶりです。春馬富士白鵬が九州場所、対戦がありましたが、あの時春馬富士が勝って優勝を決めた時以来の横綱同士の千秋楽相星決戦となってまいりました。さあ土俵が制限時間がいっぱいとなりました。玉鷲5勝9敗、徳勝龍、先場所の優勝力士徳勝龍4勝10敗と自己最高位の西の2枚が跳ね返されました。ただ6日目鶴竜から初金星もありましたし、昨日は海星を相手に、持ち味の一つと言っていいと思いますが、突き落としを決めて、先場所面白いように決まった突き落とし、これが決まりまして4勝を挙げています。押し相撲の玉鷲もそうですね、一昨日昨日と玉鷲らしい5勝9敗ではありますが、いい相撲が出ているという両者の対戦です。過去は玉鷲の6勝、徳勝龍7勝と競っていますが、およそ3年半ぶりの両者の対戦です。組み止めればもちろん徳勝龍ということになりそうですが、突き押しもいいものがある徳勝龍、制限時間がいっぱい、木村翔太郎が軍配を返しました。立ち合いです。後から西土俵の徳勝龍が腰を割っていきまして、右拳を挟んで頭で当たって下から当たっている徳勝龍、玉鷲の突き押しに対して左が入りました。徳勝龍左を差して組み止めた、玉鷲これを振りほどいた、左手振りほどいた、右の頭強烈だ、押し出し、徳勝龍を土俵下まで押し出しました。敗れた徳勝龍があーっと大きな声が出ました。玉鷲勝って6勝目、6勝9敗、徳勝龍敗れて4勝11敗で今場所を終えます。玉鷲の当たり突き放し、徳勝龍が下からあてがって狙いの左差しを一瞬果たしたんですが、玉鷲が手から振るようにしてこれを振りほどきますと、今度は喉押しに変えて黒さ方向に徳勝龍の体を弓なりにさせて持っていきました。決まり手押し出しです。押し出し、玉鷲の勝ち6勝9敗、西7枚目、徳勝龍4勝11敗、西2枚目です。一瞬組まれかけましたが、玉鷲、はい、徹底しましたね。そうですね、徳勝龍左をですね少し覗いたんですけども、はい、うまく玉鷲がですね振りほどきましたね、はい、ちょっと玉鷲前半戦調子出てこなかったんですけど、ここ3日間は本当素晴らしい相撲、すごいですねこれ、はい、今日の相撲を含めましてね、玉鷲らしい粘りのある馬力のあるいい相撲が続いてますね。玉鷲はね、はい、まあ、調子にはなりましたが、これ今からあと何時間かしたら全勝でいくんじゃないかっていうそんないい相撲ですね、まあ、確かにそうですね、いい時の玉鷲の相撲が戻ってきてましたね最後ね、なんとか来場所まで頑張って、ね、本当そうですね、ね、はい、そうですね、西7枚目玉鷲6番勝ちました。徳勝龍は4勝11敗、
で土俵には今赤ぶさ下で沖の海、白ぶさ下に琴正菊、二人が四股を踏んでいるところです。太田さん、はい、一番前物言いがついて勝ち越し決めた豊山ですね、立ち合いから今日は相手のペースになってしまったと、後手後手だったんだけれども勝ったことだけが収穫、それとですねこの番付で勝ち越せたのは大きいので次につなげたいというふうにね、そうですね、千代丸の方はもうどちらに軍配が上がったのかも分からなかったというふうに、それにしても悔しそうに帰ってきました。そうでしたか、千代丸に言っていたんですけどね。そうですか、船岡アナウンサーがお伝えしました。で豊山の、三役どうかというところも気になりますが、その前にですね、幕内にどのくらい上がりそうかというところも、田崎さんに伺いたいんですが、おそらくですね現時点で、幕内の枠は下がってもやむを得ない成績の力士が4人かなと。で4枠というふうに考えた場合ですね、十両で好成績の力士を順番に挙げますと、東の筆頭の琴行が勝ち越し、東の沖の上位から上の方は全員東前頭2枚目、そうなんです、2枚目千代翔馬8勝、3枚目照ノ富士10番、はい、そうですね、4枚目翔猿も10番、5枚目琴恵光11番、6枚目琴勝峰12番で、西もですね、はい、2枚目の若隆景が10番勝ってます。またこれどうなるんですかね。時々千秋楽でこういう、ラジオやらせていただいた時にこの話になるんですけど、前場所やっぱこういう本当悩む、非常に先ほどの幕下上位のそこも全部が重要、そうですし、難しかったこの十両と幕内のところもそうですけど、はい、本当に難しいですね。これは一晩か二晩、ね、考えないといけないですね。これつまりですね、誰がというのはちょっとこう置いといて言いますけども、はい、いわゆる上がりの力士っていうんですかね、重量上位にこれだけ上がってもおかしくない成績の力士が、はい、権利を、要は権利がある力士ってことですね。6人7人ぐらいいますので、ひょっとするとどうですかね、ギリギリ残れるか